ストホスト役を演じさせていただいたんですけれども、夢が叶った作品でもあります。エネルギーを注入させていただいたので、カリスマホスト、アキラ役、山下智久さん、お願いいたします。皆さん、お忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。自分はですね、カリスマホストというか、クソホスト役を演じさせていただいたんですけれども、このオーディションを受けたのが、3年前ぐらいなんですね。で、実際にマイケル・マンさんの前で、演技を、した時は、本当に僕も緊張していましたし、まさか自分がこの役をいただけると思ってなかったので、本当に自分としては、夢が、叶った作品でもあります。刑事と、ヤクザのお話ではあるんですけれども、あと新聞記者のお話ではあるんですけども、その一つの、スパイスになれるような、役になるために、役をできるように、自分なりにも一生懸命、エネルギーを注入させていただいたので、ぜひ、この作品、本当に見ててですね、もう一瞬で時間が過ぎていくような作品になっていると思いますので、ぜひ、皆さんにも、楽しんでいただけたらなと思います。宣伝のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。